ペイちゃんかです。そしてプジョーボナールチャンネルのマサです。ボナーボナール今回は野球用語祭です。よいしょ野球用語。いや、全然ピンときてないこれね、説明が必要だと思います、はい、説明です。野球用語とはまた難しいものがたくさんあります。いや、あるまあ、いろいろあるよね。マジである。野球を知らない人はこれは何を言ってるんだと。なるほど。初心者の方向けに野球やってる人は当たり前じゃないか。だけど外から見たらこれは何だという単語を説明プラス再現で誰入ってるんですよ自分の中の先生で。さっきの続きはいいよ、はい、説明プラス再現で伝えていこうかなという。なるほどね。新しい初心者目線、はい、まあ一種のね再現なんで、あるあるっぽい映像にはなるけど、うん、ためにもなる映像にもなるほど。はい、というわけで早速やっていこうかなと思います。ドーン。ではまず1個目はゲッツーです。おー、簡単に言ったら1つのプレーで2個アウトが取れる。なるほど、わかりやすい。ダブルプレーとも言いますね。そうだね。なるほど。まあ例えばね、ランナーが1塁にいます、ゴロが転がってきました、セカンドで1個取ってファーストでも1個取れる、塁が詰まってる状態なのね、うん、あとまあフライ取ってランナーが出てたらまあ1塁投げてアウトとか、先にタッチしてからファーストでアウトとかもね、はいはいはい、いろんな場合があるけど、うん、2個アウトが取れる場合、はい、ゲッツーですかね。ゲットツーアウト。ゲットツーアウトじゃないですですかね。そうですかね。というわけでまあそういうプレイになります。はい、では行きましょう。どうぞ。いいぞ、投げろ投げろ。よし、ランナー一塁か。いいよ、よし、投げろ。いいよ、いいよ。いけ、ショート。オッケー。あれ、セカンド、セカンド。よいしょ、アウト。フーゴン、シャー、フェネスプレイ。いけ、ショート。オッケー。あれ、セカンド、セカンド。よいしょ、アウト。フーゴン。というわけで2つ目はバスターです。バスター、難しい、かっこいいわ。遊戯王で名前的に強いよね。強いキャラ言いましょう。バスターブレイダーね。バスターブレイダー、遊戯王で強いキャラ。バスターっていうのは、まあ、簡単に言ったらバッターが最初にバントの構えをして引いてそのまま打つ。バントをしない、しないでフッ、バント基礎。そう、バントの構えしてたらサードとかファーストが前にダダダダダダって走ってきて、でもそれをねバッターを打って抜いていこうっていうような作戦ですね。はい、ではやっていきましょう。タイゴ。よし、ノーアウト一塁。よし、じゃあここはバスターでいこうかな。やっぱね、バスターだとバントとね勘違いして前出てくるからな。よっしゃ、最高。あ、ランナー一塁だぞ、バントあるぞ、ファーストサード来るぞ来るぞ、さあピッチャーここ来い、ここ来い、うん、あ、構えてるぞ構えてるぞ、ピッチャーあるぞ構えてるぞ、あ、やるぞ、行くぞ行くぞ、さあ、あるぞ、注意か、あるぞ、あ、バントだ、行くぞ行くぞ行くぞ、やばい、やばい、あっ、あ、バントだ、行くぞ行くぞ行くぞ、やばい、でラストスクイズです。スクイズ、簡単に言ったらランナーが三塁にいます、ピッチャーが投げると同時にランナーは走ります。走るよ。キャッチャーが取ったらタッチアウトですよね。すぐアウト、すぐアウト。ということはバッターは何が何でも当てないといけない、バントをしに行かないといけない、こういう作戦です。なるほど、バントなのね。そう、確実に1点を取りに行くためのまあ作戦って言われるね。バッターは絶対にボールに当てないといけないって、それで1点を取りに行くっていう作戦の名前がスクイズです。スクイズ。というわけでやっていきましょう。よいしょ。ノーアウトランナー三塁あるぞ、頭入れときあるぞ、バットあるぞ、よし、ノーアウト三塁、ここでサヨナラで終わらしたいな。よし、行こうか、勝負だ勝負、スクイズ、ここで絶対点取って勝とう。よし、優勝決めようぜ、頼んだぞ、最高。さあ、頭入れときあるぞ、あるぞ、キャッチャー、ピッチャーもあるぞ、さあ、来いピッチャー、ここで、うん、走るぞ、あるぞ、あ、いったいったいった、あ、ワンスト、はい、ワンスト、ワンスト、ワンスト、よっしゃー、よっしゃー、走るぞー、やるぞー、あ、いったいったいった、あ、ワンスト、はい、ワンスト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 、よっしゃー、よっしゃはい、というわけで3つ終わりましたけど、わかりやすかったです。もう本当にね、初
初心者向けの説明って感じかね。分かんないからね。そうだよね。最初ね。ね、実際野球のルールめちゃくちゃ難しい言葉多いからね。はい。まあ、今後もねこういった説明動画だったり、うん、あとは難しい言葉のちょっとしたクイズとかもね、うん、やっていきたいなと思う。知りたい。はい、というわけで今回はこれまでです。ありがとうございました。モノヤさんのチャンネルリンク概要欄からぜひご覧ください。ありがとうございました。というわけで今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、ボタンもぜひお願いします。ボボボボ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。今回のお題は野球あるあるバント編。打つより緊張するよね。本日の MVP 賞はこちら。こちら3つの中から選んでいただきます。チャンネル登録はここから、サブチャンネルも登録してね。おめでとうございます。